こちら知事室このコーナーは毎月1回兵庫県知事の斉藤元彦さんにスタジオにお越しいただいて県政や知事ご自身のことについてお話しいただこうというコーナーです斉藤知事おはようございますおはようございますよろしくお願いします本年もよろしくお願いします、はい、今年最初の放送ということでね、はい、明けましておめでとうございます改めまして、はい、お願いいたします,しま,すまあ知事になられてはい最初の、はい、まあ お正月、はい、まあ新年を迎えられたということなんですが<え>どんなお正月ででしたそうですねあの年末はあの数日ちょっとお休みいただきまして、はい、あの家でゆっくり「あの紅白」とかですね<え>格闘技も好きなので<う>の格闘技見たりとかほほほあとはお笑い番組。 ええええ、ビデオを撮ったりしてそれを撮りだめて見たりとか,あかあのゆっくり過ごさせていただきました。と、ええええ、いうことは私たちとあまり変わらない大体「紅白」見て格闘技見て、ええ、で初詣行ってうん、うん、で年始を迎えるっていう感じですかね。ででもも、ね、わずかながらでも あの頃はまだこう、ねえー、感染者コロナの感染者も結構落ち着いててましたんで,、ねでねはいはい、12月30日にあのオミクロンの市中感染が、うんはい、確認されてその対応がありましたけど、はい、あの三上さんおっしゃるようにあのあの陽性者数自体は少し落ちてはいたんですけど、うん、ね。それがまたこの年、改まった途端にあれよ、あれよと。 増えてきてます,ですね,ですね、はい、昨日が兵庫県内が新たな感染者が512人ということで、はいはい、久々にまた500人を上回ったそうですね年明けからやはり、まあ、あのオミクロン株の感染を受けて、ですねあの新規陽性者数の数が増えてます、あのう512人ということで、その前の日が130、はい、人程度だったので、うんまあ、かなり急拡大になっていて、まあ、第6波に。 っ入ったかなという今認識あのまん延防止等重点措置というのがね今あの広島だとか出てますけれど、はい、まだ兵庫関西はそこまでは行ってないということなんですよね。 あの感染者数自体は伸びてはいます、うん、ただ一方であの病床の使用率、ですねあの入院のベッドにがどれぐらいの患者さんが入院されているかという率でいうと、はいうん、兵庫県が今17%で、ですね、うん、あのまだあのすごく高くなっているという状況ではないんですね、はい、あの重症のベッドの使用率も1%程度という、未満ということになっていますので。うんはい またそういう意味ではあのまん延防止を要請する段階ではないという、うん、今判断しています、はい、ただ、今よく言われているのがその感染が急拡大して陽性者が増える、まあ、この感染力が強いということでスピードが速いので例えばその誰か陽性者が出たでその周りにいた、えー、濃厚接触者を 隔離するっていうそれをどん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 やっていくと今度は医療従事者の方とかですね例えばインフラ関係の,この従事してる人交通関係とかってみんな働く一手がいなくなってしまうんじゃないかっていう危惧が 言われてます、ね、そうですね、あのその点も昨日あのコロナの対策本部会議で議論して、決定したんですけど、やはりあのコロナの濃厚接触者、今、隔離されてしまうので、あの交通であったりとか病院、それから介護施設とかもですね、はいうん、大きな影響を受けますので、あの仮に濃厚接触者とかが発生しても、あの事業をしっかり継続できるようにですね。 そうした準備、備えを今からしっかりやっておいてくださいということを言ってます、それからあの14日間の隔離についても、ですね、はい、今のオミクロンの特性だと、まあ、あのそこまでいるのかどうかという議論が、うん、あの全国知事会議が昨日ウェブであったんですが、はいはい、そこでも私からも提言しまして、えー、あの国に今、あのしっかり。 あの柔軟なガイドラインをですね早く作っていただけるようにっていうのをお,お願いしてます、うんはい、あの医療従事者に関しては国の方からもすでに通達があったようですがそのえ濃厚接触者でも PCR 検査で陰性と出れば仕事に従事して構わないというようなね、はいはいはい そそれはそうですよねあのデルタ株があの盛んだった第5波の時もですも、はい、そういった運用も一部ではしてたんですだから今回、オミクロンというところでもですね、うん、まずは医療従事者が一番やっぱり沖縄も含めて大変なものになってますからす、ね。はい まあそこを含めてです、ね、あのまあ介護施設もです、ねうん、これからちょっと心配されますし、うん、まあいろんなやっぱ社会を支えている電車もバスもいろんな方おられますから、うん、まあ濃厚接触者の定義自体をどうするのかという議論を早くしてほしいなというふうに保育所などでも、ね、保育士さんがもしそうなるとな、ね、子どもを預かってもらえなくなると今度は保護者の方がまた、はい どうするっていうことになると仕事ができない休まなきゃいけないってなりま、ね、そうですねりみんなで分業しながら社会が成り立ってるんで、うん、まあやっぱり全体として皆さんがやっぱりエッセンシャルワーカーにでもありますのでそこがと止まらないようにですね、うん、まあいろんな仕組みをウィズコロナ型の社会をですねやっぱり作っていく必要があるかなと思ってます、うんはいまあ、そうは言ってもこの感染の広がりっていうのはこのままだと本当にどん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 不要ですね。 感染者数が増えるということは今のオミクロンの流れ、まあ、世界もそうなんですけど、あの一定増えてくるかなと思ってますので、まあ、大事なのはやっぱり医療逼迫をさせないということなので、はいまあ、県の方でも機能、対策を決めまして、あの病院のベッド数もです、ね、今、600床で運用しているのを倍の。 1200ベッドまで増やそうと、<ー>それからホテルについても、ですね療養、はい、していただくホテルも今、1000室で運用基準なんですけど、うん、それも倍の2000室までですね、うん、あの早急に増やすように調整しようということで、決定しましたので。はいええ あのしっかりそれも簡単に簡単にっていうかあの調整で増やせるものなんでしょうかあのク枠自体はもともとあるんですけど、はい、やっぱり一般の,やっぱりあの普通の入院の方用に今使ってるのをですねまあ徐々に時間をかけてコロナ用に切り替えていくんですけど、はい、やっぱり1日2日ではできないので。 あのちょっと早い段階だったんですけど、うんはい、医療機関の皆さんに協力いただいて、早くこう切り替えをです、ね、していただくようにするには、もう昨日の段階でですね、あの方針を決めて、はいあの、切り替えを進めていこうというふうに、ちょっと前倒しでやりました、うん、なるほどやっぱり早め早めの対策というのが、そうですね、今までの教訓を生かした形の対応っていうことですよね、はい、あの第5波までの経験がありますので、うんまあ、少し、ま、前倒し先手でですね。 対応するという形でこれからもしっかりやっていきたいと思ってます、まあ、あの一つ救いはその重症化の傾向というのが意外に少ないというようなことが言われてますね、はい、そうですねあの、県の方でも80ぐらいの方々のサンプル分析したら、うん、大体もう20代、30代の方が大半オミクロン株になってて。うんはい でかつもう軽症か無症状がほとんどなんですよね、はい、重症化される人がほとんどいないので、うんうん、オミクロンの特性としては、やはり軽症か無症状が中心かなと思ってます、はい、ただ、ちょっと高齢者の方にです、ねまあ、これからあの移っていくとです、ね、どれぐらい重症化するかっていうのは、これからまたあの見ていかないといけないので。うんうん そういった意味でもあの3回目のワクチン接種ですね、はい、ここが大事になってきますので,そうです、ね、今度はなんかオミクロン株を意識したような形になるんですかね、3回目っていうのはあのうも専門家の方から議論があったんですが、やはり2回目のワクチン接種だけでは、オミクロンはちょっと予防がですね少し。 あの低下するので、やっぱり3回目のワクチン接種を早くすることが大事だって話があったんで、あの県の方でもあの大規模ワクチン接種会場ですね。姫路と西宮にえっと14日からあのスタートするんですが、明日からですね。ご予約自体は7日から受け付けてまして、あの早く開設するようにしたということですね、はい。なるほど、やはりあの前のデルタ株の時もそうでした。けれど、このコロナ感染ってまあ、市中感染もありますが、その市中感染した人が家庭に。 持ち込んで,で家庭内の感染が広がってっていう傾向がありましたからね,そうですね今でもぱ感染経路を見ますと、うん、まあ友人との会食が大体20%ぐらいで、はい、ほとんどがやっぱ家,家庭内での感染が多いので、うん、やっぱ若い世代の方があの外でいろんな友達と会って飲んだりし、はい、食べたりしてで感染して家に持ち帰ったりするっていうケースが増えてきています。 知事も会見をされていて、まあ、警戒が必要だということをおっしゃっててでその感染が広がっている地域への不要不急の移動は控えましょうということはおっっしゃってますすねねそうです、ね、やはりあのまん延防止等の重点措置が適用されている地域とかあの感染がこれから広がっている状況を聞いてますので、はいまあ、そういったところにはあの不要不急の場合はですねちょっとあの 注意してていいいたただきたいなと思ってます、はいまあ、その一方でまん延防止措置については直ちに要請することは今は考えてないということなんですけれど、はい、ただやっぱりあのこの新年で会食の機会というのも増えてきていると思うんですがそのあたりの対応というのはどんなふううにお考えでしょう、はいあのまあ、今の医療逼迫の状況から見るとです、ねまあ、直ちにまん延措置を適用する状況ではない。あの 感染の防やっぱ経済を止めないということの両立をなんとか図っていきたいなと思ってます、まあ、そういった意味でまあ飲食の機会がこれからまあ年末年始増えてますけどあの昨日決定しましたがあの同一テーブルでですね4人以内っていう少人数での,あの会食されるにしてもお願いしたいということをまああの感染症法に基づいた 要請をの今日からさせていただくという形になりました、はい。そしてそれも、まあ、できれば短時,、ね、時間で少人数でお願いしたいとい、うんはいまあ、とにかくまだ飲食店を、ね、経営されている方々というのはもうやっとここのお酒が提供できるようになってお店もなんとか、えーね、6割、7割戻ってきたお客さんも戻ってきたって言ってたところで,で、ね、またこの感染拡大で。 例えば時間を制限されたりとかお酒の提供が止められるとままた板出にななりますもんんねそうなんですですからやっぱりコロナが増えてきているんですけどあの経済活動ですね社会経済活動やっぱりできるだけ止めたくない継続したいと。 いう思いが私ありますので、はい、あの観光や飲食もですね今まさにこれから大事なシーズンですからできるだけ両立できる道をあの模索していきたいので、まあ、そのための医療提供体制を確保したりあとは保健所もですね、はい、やっぱ保健所が大事なので、うん、まああの今日から30人の職員を応援派遣して、はい、あのコロナになられた方にすぐ自宅療養であったりフォローができる体制を強化したりしますので、はい、まあ大事なのはやっぱり県民の皆さんが感染対策ですね、うん マスクの着用とかを、まあ、今一度やっぱり徹底していただきたい、はい、ということをお願いしたいと思っています。私たち県民ができることっていうのは、まあ、私もこのラジオを通じてお伝えしているのは。まず、マスクの着用、はい、手指の豆の消毒、そ,うですね、そして密を避ける。はい、まあ、こういったことになりますよね。ねもうすでに、これまでもずっとご協力いただいていることですね。まあ、もう一度、あのマスク着用とか、手洗い、消毒、密を避ける。そこを、あの、今一度、はい。 あの徹底していただきたいと思ってますはいでいろんな、まあ、ことあるごとに、まあ、知事のメッセージとして県民の方々に発信をして、はい、あのできるだけ状況をです、ね、丁寧にご説明したいなと思っています、はい、そしてあの自宅で療養されてる方々っていうのもこれからもっともっと増えてくるというふうになるわけですよねそうですすねねこれから増増ええてていきま数があ増えてくるとやはり 医療逼迫を防ぐためにもあの無症状の方というのはあの特別事情がない限りは自宅療養という形になってくると思うんです、はいまあその方へのやっぱフォローアップが大事なので、はい、あの保健所であったりとか看護協会、はい、いろんな方々と連携しながらです、ね、ここはの体制をしっかりあの組んでいきたいと思ってま,す、はいでえー、また大規模接種会場ということで、ね、新型コロナワクチン対応と。 いうことでえー、初回接種まだされてない方あるいは追加接種を受ける、まあ、初回の接種完了から8か月以上経過した人が対象になるということで、はい、もういよいよ明日からそうですね 始まるとということですねあのお住まいの市や町から、ですね、えー、まだ接種券が届いてないというご高齢の方もおられます、そういった方でも、ですねあの県の接種会場にあの連絡していただければ、まだ接種券が届いてなくてもです、ね、予約番号あの、接種番号が分からなくても、あの県の接種会場で予約をです、ね、していただけるという形に、昨日から運用を切り替えましたので、ご心配されている方も多いと思いますので、県の の方のにですね予約の連絡をしていただければと思ってます、はい、西宮と雨が姫路と西宮の2カ所ですね,ですねはい<の>姫路会場が旧姫路市文化センターですねはい西野部生にありますそれから西宮会場は旧西宮市西北接種会場ということで、えー、阪急や jr の西宮駅から ここの近いとろで車でも行けるようにしてますので、はいうん、あと西宮姫路市のじゃない方でもですねその他の地域の方でも県の接種会場はご利用いただけますので、はい、あのまたホームページとか見ながらですね、はい、あの予約の方をしていただければと思ってます、はい、あの予約はウェブまたは電話でとなってます。はい でウェブの方はまたあの兵庫県の大規模接種会場の、ね、そういうサイトをご覧いただければと思うんですがワクチン接種予約コールセンターのナビダイヤルご案内しておきますと土曜、日曜、祝日を含めて朝9時からですですからまだこの時刻は受け付けておりませんが午前9時から夕方は6時まで0 5 7 0 0 3 3 1 8 5 0 5 7 0ロ0 3 3 − 1 8 5ワクチン接種予約コールセンターということで、まあ、おそらく当初はつながりにくいケースもあるかと思いますので,です、ねまあ、極力、えー、ウェブサイトの方から予約をしていただくと助かりますね、うん、はい、はい、さああの新しい年になってとっていうことでいろいろとあの知事も。 新年の抱負を語っていらっしゃいますけれどもやはりこのコロナ対策というのはまあ一つあるんでしょうけれどもそのあたりプラス加えてどういったところに今年こんな1年にしようというふうにお考えになってるんででしょうかそうかそすねあ、まあ、あのコロナ対策を今は専念、まあ、しつつですね、はい、大事なのはやっぱりコロナ後の社会見据えた。 いろんな新しい兵庫県をこう作っていくっていう第一歩ですね。はい、まあ虎年でもありますので、うん、あのー、しっかりやっていきたいなと思ってます。あのー、まあ観光もですね今年からキャンペーンが。 あの始まりますし、はい、2025年の万博に向けてですね、うん、まあいろんな人があの表記に集まっていくような、はい、そんな流れにしていきたいと思ってます、はい、あとはやはり災害対応ということであの防災対策とかあとはいろんな道路とかのインフラ整備もですね、はい、あのやっていくということであのそんなあのポストコロナ時代を見据えた取り組みを本格化する一年にしていきたいと思ってます。ははい、まあ、あの一つには想像 的復興と、ね、ということもおっっしゃってます阪神・淡路大震災から間もなく27年という形になりますが、はいえー、阪神・淡路大震災でやっぱり災害前よりもより良い社会を作っていくっていう創造的復興っていう言葉が兵庫から出て今、まあ、もう世界中でその言葉がビルドバックベターっていうことで作られてるんですけどその理念をコロナからの 新しい社会づくりにもです、ね、やっぱり創造的な復興をしていきたいというふうに思ってますはいあの27年前っていうのはえおいくつだったんですか私あの高校1年生ですね、えー、当時の神戸にはいなくてあの、はい、親元離れてあの寮生活を松山でしてたんで、えー、愛媛の方はい全寮中高一貫校に行ってたんではい、はいえー 朝、ニュースでやっぱり大きな地震があったっていうでもご実家はま、ね、もすぐ電話したんですけど、はい、公衆電話から一応つながって、うん、家も家族も一応無事だったということが確認できたんですけど、はい、まあその後学校行ったらすごいやっぱ被害が広がってるということで、うん、もう一回電話したら全くつながらなかったんですよね、はい、まあそれですごい心配したんですけど、まあ、夕方頃になってようやくつながって、うん、まあ一応無事だったということでしたね。そ、うん、そうですかのの頃のことってどんな こと思い出されますそうですねその後あの神戸地区の生徒は1週間ぐらい休みを特別休暇もらって学校か実家に帰ったんですよね、はい、でまあ祖母があの三陰の方の病院に入院してたので、はい、妻から三陰まで自転車でですね、うん 自分一人ででで行ったんですよ、はい、で祖母のちょっと様子見に行こうと思ってうん、うん、もうすごい道路中がもうほこりまみれだったんですけど、うん、まあそんな中もうなんとかたどり着いて坂の上だったので病院がですねそしたらおばあちゃんはまあ一応元気な感じだったんで安心して帰ったっていうのを覚えてますね、うんはあ、そうですかでもそういうのも結局、ねそのまあ、家が無事親が無事というところを確認できたから「さあ次」っていう アクションが起こせるっていうのもありますよねそうですねまあ私のところはそうでしたけどまあ多くの方がですね被災されたりとかご家族がまああの亡くなられたりとかっていうことだったので、はい、まあそういったいろんな立場の方が あの復,興に復興に向けて歩んでこられてこれが27年今経ったというところですので次の1月17日は私も知事としてですね初めて迎えさせていただくのでしっかりあの次なる復興に向けて頑張るという思いを強めたいと思っています。 まあ特にあの今、言われているのはその防災、減災ということが言われてますけれどもそれで救える命というのが随分あるわけでですすよねねそうですね今はもうだいぶあのハードも含めてソフトも含めてですね、はい、まあいろんな防災対策が進んできてますのであの建物の耐震化もそうですけど、まあ、そういった意味で社会がだいぶこう防災、減災に対するシステム上もですね、うん、だいぶこう、うん、流れができてます。ので この流れをしっかり続けていきたいなと思ってます。はいえま、ー、とお便りも頂戴してましてですねこちらは高郡高町のシナモロールさんですね先日子供が通っている小学校に来校されたとのことで、うん、子供から今日兵庫県の一番偉い人が来たと嬉しそうに教えてくれました優しく接してくださりありがとうございましたこれからもご活躍楽しみにしておりますと ワーケーション知事室ということで、はい、1> まあ第1回は、えー、北播磨ということでね、えー、高千穂の方から先月はそのリモートという形でご出演このコーナーもねだきました、はい、あの高千穂であのやらせていただいたんですけどこの学校の訪問ですね、はい、あの小学校行かせていただいたらすごいあの生徒さんも喜んでいただいて。ええ でいろいろ一緒に授業を受けたりしてですね。あ、の見ました。兵庫発信サンテレビのはいはいあの小さな机と一緒に座らさせていただいてはい子たちと一緒になってっいうことで、はいあの非常にあの楽しい時間でしたね。やっぱりもう未来を身にっていただける兵庫県の子供たちにですね、まあいろんな意味でこうこれからも頑張ってほしいなと思ってあの一緒に授業を受けました。それとはその若い 地元の人たちとの,そのまあ会話っていうんですかねいろんなことを聞き取りをされてましたね,ねあの、まあ、若い世代の方々中心特にあの西、えー、であったりとか、はい、あとは山りであったりとかあとは山梨錦はじめ農業をやっていらっしゃる方とかですね、はいまあ、いろんな方と意見交換をさせていただいて、うんまあ、地域の方々いろんな課題ありつつもですね、はい、やっぱりあの前に向かってですね いろんなアイデアとか発想で挑戦したいっていう方が結構おられましたので。うんはい、そういった取り組みを、まあ、県としても、これから、あの、どんどん応援していきたいなという思いも強くしました。そうですか。ね、あの、紙すきの体験もしっかりされてます。<laughs> 杉原がですね。はい。はい、から、あの、巻き寿司、はい、あの、日本一の巻き寿司と言われる。<え>マイスター工房。工房八千代の。はい、藤原さんのところのです。はい。あの、あれ、あの、テレビ見てたら。 食べ方がちょっと逆でございましたですね。あ、そうなんですね。はい。あれ最初はあの具の方からキュウリの方先召し上がってましたね。そうそう,そうそうそう。はい。あれあの具の方を先に。あ、そうなんですか。はい。食べてください。わかりました。口の中をさっぱりさせるために次に二口目でキュウリの方。あ、そうすそうするとまた食べたくなるというのがあ,<ー>あれが正式なの食べ方だという<ら>ことで私も。 以前教わりました。私は醤油つけて食べたらむちゃくちゃ怒られまダメダメ醤油つけといてって言われて、醤油つけたらあかんっつってこう藤原さんにご指導を受けて、ステーショに怒られたんです。怒られたとこまああのあのまあそういう初めて食べる時にはありますよね。そういうねでもそれでもう次食べる時は大丈夫ですね。わかりました。赤市のエクボのママさん。 えー、日々お忙しい時間を過ごしてらっしゃると思うんですがストレスの解消とかストレスをためない方法をどうしてますかよかったら教えてくださいはいあのまあもともとあんまりストレスはたまらないタイプなんですけど、はい、あのすぐ忘れちゃうんで,でいろんなことですねただ体を動かすのが好きなので。うん まあ、朝と晩、まあ、近くの公園とかを、はい、まあ軽くジョギングしたりとか体を動かしたりしてますね。それで、まああのー、体をほぐして、はい、ちょっと公園の雰囲気を、あのー、見ながらちょっと気分転換したりしてます。あとはテレ,ビテレビ番組が大好きなんてお、はい、笑い番組とか見てですね <laughs> あのあの意味もなく笑って。はいあの スカッとしてますね、はい、その辺りのオンオフの切り替えができるかできないかでストレスがたまるかたまらんかっていうのにもつながるんでしょうね。そうですね まああの仕事はしっかりやってで、できるだけ効率的に仕事をやって、ですねだらだらしないで、うん、で終わったらもうすぐ帰って、うん、あの家庭に帰ったら、ですね、うん、やっぱり子供と遊んだりとか、うん、あとまあ家族、妻も含めてですけど、うん、まあ家族とどう過ごすかっていうことをまあしっかり切り替えてやろうかなと思ってます、うんね、そうですよね、やっぱりその公職ですから、常に24時間、365日、知事ではあるわけですけれども、一人の、 えー、人として家に帰れば当然、主としての、ね、お父さんの顔があるわけですからその辺りの切り替えっていうのはちゃんとしないといけませんし、ね、周りもそういう目でちゃんとね、はい、ああ、ええー、お父さんやねというそ <laughs>、まあ、そういうううい,いいいい知事さんんがてと思うんでですすよねそうですね子、まあうん、育て世代でもあるので、はい、まあそこはあの一般の,、うん、あの方と一緒なんでですね。はい まあそこはあの知事の仕事をさせていただいている時ときと、はい、家に帰って家族と過ごすときを切り替えてですね、うん、まあうまくバランスを取りながらやろうかなっていうふうに思ってます、はい、でまたそういう家庭での気づきが県政のね子育て世代のね,ねいろんな対策を考える上でのヒント、はい が家の中にあったり子どもの教育のこともそうですし、うんはい、学校生活とかいろんな状況を聞きますんで、うん、あとはこれからやっぱり塾に行くとかですね、はい、そういったことをやっていくと子育てされてる方々の思いとかですね悩みも よくわかりますしあとはやっぱりあの子育てされているお母様方とですね、うん、ま特に今働いている方も多いですからまあ、そういう方のまあ思いとかまあ大変さというのもしっかりちょっと感じ取りながら県政運営していきたいなと思ってますはいえ。ここでプレゼントのお知らせです兵庫陶芸美術館では焼き物の模様動植物を中心にが開催されています焼き物の模様には絵画のようなアートからアイデアを得た模様と 自然科学のサイエンスに着想を得た模様があります本店では江戸時代以降に作られた焼き物の模様に込められた願いや思いまた模様が生み出される過程を紹介します今回はこの特別展のチケット10組20人の方に差し上げますあなたの男ところお名前お年電話番号斉藤知事への質問などを添えてご応募ください 当選者の発表は発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。2月27日日曜まで兵庫陶芸美術館で開催されている焼き物の模様、動植物を中心にこのチケットのプレゼントでございます。今朝は新年を迎えて 特に新型コロナウイルス感染症の現状対応についてお話を伺いました斉藤知事ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました本年もよろしくお願いします